申します、今日皆さんに知っていただきたいこと、考えていただきたいこと、そしてお願いがあります。今宮崎の校庭駅は大変なことになっています。先日海老名市で、家畜の移動制限が一部解除されるというニュースが入りました。また、宮崎の種牛が、陰性が確認されて殺処分が、逃れられるといういいニュースも入りました。ほっとしたのもつかぬ間、今度都城で陽性反応が見つかりました。その後立て続けに埼玉、宮崎、それから日向ですね、日向の3カ所で陽性反応が見つかりました。これは政府が、今やっていますワクチンリングの外です。この状態はですね、すでに南九州全域が、被害の場所になるという状況になったということです。そして、私はこの運動に入った時にある長野の精肉関係者の方の日記を読みました。その方は10年前の校庭駅の被害の時に現地で実際にこの問題と対応された獣医さんのお話を書いておられました。その中で獣医さんがこの今の政府の対応ではとても無理であると、九州全域を犠牲にしないとこの問題は解決しない可能性があるということをおっしゃっているという日記を読みました。そのことがずっと私の心の中に残っていました。今この最悪の状況が現実になりつつあります。どうしてこういうことになってしまったんでしょうか。なぜこんな状態を迎えてしまったんでしょうか。今日ぜひ皆さんにそのことを知っていただきたいと思って私たちはここにいます。本日この後この問題で一番最初に現地に入られたジャーナリストの藤井元気先生が駆けつけてくださいます。それから、宮崎の出版関係者の方のスカイプでの、放送を予定しております。現地の実際の現場の方の生の声を皆さんにお届けしようと思っております。それから今さんさんとおっしゃる現地の畜産農家の方のブログの朗読を予定しています。この方はご主人と共に200頭以上の家畜を飼育されていた方です。しかしこの方の農場は5月10日に壊滅しました。今田さんの心の叫びがそのブログにあります。これも皆さんにお届けしようと思います。今日今、皆さんに新聞をお配りしています。この新聞は大和新聞という新聞社さんの新聞です。通常キオスクやコンビニなどでは手に入らない新聞です。国会の中だけで配られている、非常に、特殊な新聞です。しかしこの大和新聞社さんがこの問題はあまりにひどいと、政府のやり方はあまりにひどいということで、この校庭駅問題の真実を皆さんに知っていただくために特集号を作ってくださいました。どうか受け取っていただけたらと思います。それから、私どもで今署名を皆さんにお願いしております。これは JA 宮崎、宮崎の農協さんが政府に要望を出している、署名です。どうかご協力いただければと思います。またそれから、お近くで総合全国地方議員の会の皆さんが今募金を、皆様にお願いしております。私たち校庭駅から畜産農家を守る会は、募金活動はいたしません。
皆様に募金のお願いを呼びかけるだけで、現金を実際に、お預かりするということは会の方針としてしないことにしております、ですが、総盲全国地方議員の会さんは議員さんの集まりで、私どもと違って社会的信用も信頼も地位もある方たちですので、どうか安心して、皆さん、募金にもご協力いただければと思います。よろしくお願いします。先日私のもとに3通のメールが届きました。こういうことをやってますと誹謗中傷のメールは舞い込んでくるものなんですけれども、そのメールは丁寧で真面目な文面でした。しかしその中でその方は宮崎の被災地の皆さんのご寝床を許してはいけないという趣旨のことを書いておられました。また今現地の被災者の皆さんのもとに批判や誹謗中傷のメールが届いていると聞いています。どうしてでしょう。どうしてこんなことになってしまったんでしょう。それは知らないからです。何が起きているのか、どうしてこういうことになったのかがちゃんと報道されていないからです。私たちの今署名をお願いしております。その、宮崎の JA 宮崎さんの署名、そこには私はそれを見たときにちょっと驚きましたけど何も書いてありません。ただ全面的な支援をお願いしたいと、それだけが書かれています。全面的な支援って何でしょうか。全面的な支援というのはできるだけ当たる限りということです。そしてその当たる限りできるだけというそのどれだけができる限りなのか、それを決めるのは相手なんですね。では誰が決めるんでしょうか。誰が宮崎の被災者の皆さんをどれだけ助けるかを決めるんでしょうか。政府でしょうか。それは違います。私たちです。皆さんです。これは私たちの税金なんですよ。ですから宮崎の皆さんにどれだけ手を差し伸べるかは私たちが決めなきゃいけないんです。私たちがどれだけ宮崎の皆さんを救うべきかということを考えたその国民の総意が政府を動かすんです。だから私たちは事実を知る必要があるんです。この問題が起きたときに何が起こっていたのか、政府は何をしたのか、どうしてこんなことになってしまったのか、それを私たちは知る権利と義務があるんです。号外をお配りしてます。号外をお配りしてます。原口総務大臣はこの問題を風評被害を防ぐために報道規制をかけたと言いました。日頃メディアは風評被害を防ぐには事実を真実を繰り返し伝えることだと言ってきたじゃないですか。なぜ今回に限って違うんでしょうか。なぜ今回だけ例外なんでしょうか。この問題で最初の法的被害ができて出て、その後最初に大きく報道されたのは赤松農水大臣が殺処分になった全頭の被害分を補償するというニュースでした。そしてその次に大きく報道されたのは赤松農水大臣が宮崎入りしたというニュースです。そしてその間のニュースは棒読みニュースで、あるいは映像が入っても本当に短い映像で、どこでなんとまた罹患地区は見つかった、どこの町にまた飛び火したということが読まれるだけでした。その間
宮崎の現地の皆さんは消毒薬が足りない、人手が足りない、獣医さんも足りない、もう限界だ、政府は何をしているんだ、メール1本、電話1本、ファックス1本よこさない、何の指示もない、助けてくださいと叫んでいたんです。しかしそのことは報道されずに淡々とどこでなんと罹患地区が見つかりましたという報道だけがなされて、そして政府が殺処分の全頭の補償をしますよというニュースと、農水大臣が現地入りしましたよというニュースの時だけ映像入りで流されれば、それを見ている人間は政府は万事うまくやってるように見えるじゃないですか。